先日の動画からだいぶ工程が進みまして、例えばカムシャフトまでですね、外し終わったところに来ております。あとは、ヘッドを下ろして、ピストンを変えるというところになるんですけれども、先ほどはですね、先日の動画ではこちらのヘッドカバーがついている状態だったと思うんですけど、そこからこちらのカムシャフト、エキゾースト側とインテーク側をですね、外して、こちらこのタペットと言われるですね、この部品がこのバルブの上のところにこうつく形になるんですけど、これをですね、カムが押し込むことで、吸排気それぞれのバルブが動くという形になっております。そして、スイフトの場合はですね、こちらこのタペットのところにこちらのですね、シムというふうに言われるんですけれども、こちらの薄い板がついておりまして、で、これでですね、微妙なクリアランスの調整を実は行っているんですね、社長。おい、はい、今置いとく。ありがとうございます。手からの部品、はい、タペットのですね、このシム、これも本当にもうわずかな微妙なところの差でですね、音が出たりとかっていうのもありますので、非常に細かな調整が実は必要になってきます。ですからですね、ここがピストンを変えたりカムを変えたりっていうところも、もちろんなんですけれども、こういう細かい調整ですね、薄い板の調整っていうところが非常に時間がかかってくる作業になってまいります。で、続いての作業に行くのはですね、もう先ほどお話しましたように、この、一般的にヘッドって言われる部分ですね、この部分を外しますと、この下に4つ、これがプラグが入ってる穴なんですけど、この下にピストンがありますので、それを一個一個外していって、交換をしていくという形の作業になっていきます。だいぶですね、もうちょっと周りもちょっと散らかっているようにもなってきたんですけれども、もういよいよもう、心臓部のですね、一番中心となる部分に入っていく形となりますので、その部分はですね、次回の動画でお届けいたします。